はい、純平です。十勝の空も秋めいてきましたね。86回目の動画は66歳のドライバーおじいちゃん日向中選手の十勝クラブマンカップレースビータ第3戦予選決勝の模様をお伝えしたいと思います。タイヤに入れる窒素ガスでしょうか、くるくる回して飛んでます。ビータのコックピット周り掃除してます。シート周辺は G に耐えられるようにこのようなチューニングとかしてます。デジスパイス見たら 1.5G とかかかってましたから相当な G かかりますね。北海道クラブマンカップレースなのですが公式の弱戦ということもあって車検は毎回このコントロールタワーの横にある建物の中で厳格に行われています。選手です。いよいよ予選アタックに向かいます。今回の予選は一番最後に出てアタックする予定です。よし行くぞ。さあいよいよ予選です。アタック開始です。予選はベストタイムを一周車載動画にまとめましたのでそちら見てください。平中選手の車載大迫力ですのでご期待ください。予選は1分33秒305で2番手につけました。1位の佐藤選手との差は約 0.4 秒ぐらいですね。さあ決勝平中選手頑張ってほしいです。さあ決勝のグリッド紹介です。ポールポジション一番前のグリッドについているのはゼッケン12番佐藤選手、続いて2番グリッドはゼッケン61番平中選手、おじいちゃん3番グリッドはゼッケン310番浅井選手、
4番グリッドゼッケン35番中川選手、5番グリッドゼッケン30番鬼塚選手、6番グリッドゼッケン88番高野選手、7番グリッドゼッケン777番大島選手、8番グリッドゼッケン555番松橋選手、9番グリッドゼッケン516番里奈伊藤選手、10番グリッドゼッケン5番坂本選手、11番グリッドゼッケン48番山口選手、12番グリッドゼッケン22番吉田哲也選手、13番グリッドゼッケン26番吉田拓海選手、14番グリッドゼッケン17番梅田選手、そして15番グリッドゼッケン33番久保田選手。以上15名のドライバーによる決勝でこの後スタートしていきます。いよいよ決勝スタートです。平中選手のスタートはいい。佐藤選手とサイドバイサイドになりながら1コーナーへ突っ込んでいく。平中選手アウトから佐藤選手をかわすのか。ここはかわしていった。平中選手のロケットスタートが決まりましたね。さあリプレイです。絶好のスタートを決めましたね平中選手。平中選手はアウト側へ、佐藤選手はイン側へと。そしてここで一瞬イン側を伺いますが、平中選手がトップで1コーナーを抜けていきました。予選でのタイムは佐藤選手、平中選手が他の10台よりも、抜けている感じだったので、前回に引き続き今日もこの2台のバトルが繰り広げられるというような格好になるかと思います。車載動画の方は、今後ろの方ですね、後ろの車載カメラの方を捉えていると思いますが、前の方を映したり後ろを映したりというような格好でお届けしたいと思います。走行しているうちに1周目、平中選手トップで戻ってまいりました。前回のレースでも、ポールポジション佐藤選手、2番手に平中選手というような格好で、今回と同じようなスタートだったのですが、平中選手は前回スタートで、ペナルティを受けてしまって佐藤選手とのバトルができなかったんですよね。今回は最後まで2人のバトルを見せていただきたいですね。4コーナーの映像に変わりますが、ここまでは平中選手と佐藤選手の距離はそれほど変わらないですね。2周目ですが、4コーナー回ってから5コーナー、6コーナー、7コーナー、今8コーナーですけど、ここまでは結構離してますね平中選手。そしてこの9コーナーと最終コーナーですが、平中選手速いですね。佐藤選手との距離をぐっと離しましたね。平中選手最終コーナー早いです。第3戦からホワイトラインをまたぐ、いわゆる四輪脱輪について決め締めに審査対象とするというレギュレーションに変わりました。ホワイトライン付近のタイヤの位置についても注意深く見ていただけたら面白いかもしれません。2周目を終え3周目入っていきますが、平中選手と佐藤選手の差は 0.5 秒から1秒ぐらいっていったところでしょうか。平中選手のドライビングで私が一番すごいなと思っているのは、超ワイドにコースを使っていることですね。コーナー進入するときにアウト側目いっぱいから進入しているんですよ。このアウト側ギリギリに各コーナーでやっているんですよ。何気ないですが、こんなに各コーナーで寄せられないですよ、毎回毎回。熟練の車両感覚と感じます。
目ですが、2周目の時よりも差が広がってきましたね。平中選手の方がちょっと早いようです。そして最終コーナーはやはり早いですね、平中選手。1コーナーのブレーキングで佐藤選手が差を縮めましたね。そして立ち上がって2コーナーに向かっている中で、ここでも2コーナーでちょっと詰めましたね。1コーナー2コーナーで来てますね、佐藤選手。そして3コーナー、まあ、3コーナーでも詰めてますね。こう4周目、1コーナーから3コーナー、そして4コーナーにかけて佐藤選手、平中選手との差詰めてきてます。平中選手と佐藤選手のバトルは 0.5 秒前後でのバトルが11ラップまで続きました。5ラップから10ラップはカットさせていただき、10ラップから再開したいと思います。全周見たいという方は別枠でアップしていますので、そちらをご視聴ください。はい、10ラップから再開したいと思います。さあ、レースも後半戦残り2周となりました。相変わらず2人のバトルは 0.5 秒前後ぐらいの、熾烈なバトルになっております。佐藤選手がどこで仕掛けるのか、このまま平中選手が逃げ切るのか、残り2周に注目したいと思います。予選では佐藤選手の方が 0.4 秒速かったですが、トカチスピードウェイで 0.4 秒しか差がないという状況では、平中選手を抜くのはなかなか難しいかもしれませんね。平中選手が2位をしっかり締めて、このままミスなく走れば平中選手が優勝する確率が高いのではないでしょうか。ここまで接近したバトルを続けていれば、お互い精神的にも肉体的にも疲れてきていると思いますが、このチャンネルでは66歳北海道の生きる伝説ドライバーという企画ですので、なんとかこのまま平中選手に逃げ切っていただいて優勝してほしいですね。頑張ってほしい。佐藤選手が抜きどころを伺っていますが、なかなか厳しいですね。やはり十勝は抜きにくいでしょうね。ここでも懸命に佐藤選手が仕掛けようとしていますね。ただ抜けないですね。8コーナーで佐藤選手グッと来てますね。今までで一番近いです。そして裏ストレートの立ち上がり、佐藤選手は最終コーナーを抜けてホームストレートでスリップを狙っているかもしれません。平中選手なんとか耐えて1コーナーでインを取ってほしいです。そしてこのまま逃げ切ってほしい。ここで
スリップ入りましたね。平中選手、インをできる限り締めてこのまま逃げ切ってほしい。佐藤選手、来てる来てる。平中選手、イン締めずにアウト側へ行った。そして抜かれた。完全にアウト側のレコードラインから1コーナーを進入しようとしていましたね。もう少しイン側によって少しでもインを締めてほしかったですね。1コーナーさえ守っていれば逃げ切ったと思いますから。平中選手、最後にミスしてしまったかもしれません。しかし最後まで分かりません。佐藤選手もタイヤが厳しくなってきてアンダーっぽいですからね。なんとか平中選手、66歳の優勝が見たい。最後まで頑張ってほしい。ここもアンダー出してますね。もう近寄ってる近寄ってる。頑張れ平中選手、優勝が見たい。しかし8コーナー、ここまでか。あとは最終コーナーのみ。これは厳しいかもしれませんが、得意の最終コーナーでなんとか差を詰めてほしい。そして最後スリップを使ってほしい。さあここから逆転できるのか。頑張れ頑張れ平中選手、スリップつけるか。頑張れ、残り 400-500m でしょう。頑張ってほしい。どうなんでしょう。結果は2位でしたが、熱いバトルありがとう。さあ佐藤選手は今日はボールポジションも取ってファーストを取っているのでポイント大きく伸ばしましたよ。大きく伸ばしています。あ、どうです。惜しかったですね。この北海道グランマスカップレースとしてはこの後耐久戦が残っていて第5戦がダブルヘッダーですので、まだまだポイントを、ね、各選手積み上げていくタイミングはいろいろあると思いますが、だから最終ラップだったんです。面白くなってきましたね。いや、ありがとうございます。いや、いいわけ。6周あるかなと思って。頑張って。お疲れ様です。すごいいいです。道のいい宿にありがとうございます。また撮ってね。もちろんです。おめでとう。すごい。さあこの後暫定表彰式、ビータ01とザウルスジュニアそれぞれで行っていきたいと思います。さあビータ01優勝はゼッケン12番佐藤選手、おめでとうございます。そして第2位はゼッケン61番平中選手、おめでとうございます。そして第3位ゼッケン88番高野選手、おめでとうございます。おじいちゃん。おじいちゃん。3名の選手と1人のゲスト、4人でね、写真を撮りましょう。では、おじいちゃん。